寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は落語に興味のない方必見、あなたの気分に合わせたおすすめ落語をご紹介します。皆さんは今どんな気分ですか？あなたの気分にぴったりの落語が見つかりますように。それでは早速参りましょう。それでは続いての気分に合わせたおすすめ落語です。こちら、ギスギスした世の中に疲れた、そんなあなたにおすすめの落語、井戸の茶碗。あるところに清兵衛という男がいました。ある日、清兵衛が街を歩いていると17歳くらいの娘に呼び止められ、その娘の面倒を見ている千代田卜斎からとある仏像を200文で買いました。仏像を荷台に乗せて歩き始める清兵衛。すると高木作左衛門という男がその仏像を見つけ、清兵衛から仏像を買い取りました。高木が買った仏像をぬるま湯で洗っていると、なんと台座の紙が破れ、中から50両が出てきました。驚いた高木は清兵衛を見つけ、仏像は買ったが50両は買った覚えはない、50両をボクサーに返してくれと言います。清兵衛は言われた通り50両をボクサーの家に届けに行きますが、売った仏像から何が出てももう自分のものではないから、その金は受け取れないと清兵衛を突き放します。清兵衛は再び高木のところへ行きますが、やはり高木も受け取りません。困った清兵衛はある提案をします。それは北斎と高木に20両ずつ、自分に10両にして、みんなで50両を分けようというもの。それを聞いた北斎は20両を受け取る代わりに普段使っている汚い茶碗を高木に渡すという条件で、やっと納得しました。しかしこの茶碗、実はただの汚い茶碗ではなく、なんと300両もする価値のある茶碗だったのです。果たしてこの後、馬鹿正直すぎる男たちをどんな運命が待ち受けているのか。と、あらすじはここまで。もし気になった方はぜひ寄せチャンネルで井戸の茶碗をチェックしてみてください。ということで、今回はあなたの気分に合わせたおすすめ落語をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。これを見て少しでも落語って楽しそうだなと思ってくれたそこのあなた、ぜひ寄せチャンネルをチェックしてくださいね。チャンネル登録と動画概要欄にある TikTok アカウントのフォローもよろしくお願いいたします。それではお時間が来てしまったようなので、この辺でお後がよろしいようで。